お待たせいたしました。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は左の小笠原、対するベイスターズの先発は右の伊能、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ベイスターズピッチャーを変えてきました。先発の伊能、6回2失点の好投でマウンドを降りました。マウンド上ピッチャーは藤岡、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。投げた、直球、空振り三振。バッターは8番福田、今日はショートゴロと三振。第9球投げました、初球から打ってった、レフト下がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番平田、次が4球目、投げました、三振。藤岡、最後は空振り三振で打ち取りました。7回までが終了しまして6対2です。ドラゴンズ大展開で迎える8回です。バッター遠藤、第4球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第4球を投げました、変化球、空振り三振、三者連続三振になりました。バッターは3番阿部、第2球投げました、見送ってストライク、もう追い込んでいます。投げた、一つ外した、ボール、投げた、カットボール、空振り三振、4連続三振。藤岡、最後は空振り三振で仕留めました。8回までが終了しまして6対2です。ベイスターズ見事勝利です。ただいまの試合はご覧のようにベイスターズが勝ちました。勝利投手伊能、西武山崎康明、敗戦投手小笠原。さて、本日のヒーローは宮崎、今日4打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は